はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガミンストレルソングでは、グレイ編最終回サルイン戦やっていきましょう。ついに来たか、この時が。この千年間、何度となくミルザとの戦いを思い出したぞ。私のただ一度の敗北、ゴミのような人間に神が敗れたのだ。千年間この恥ずかしめに耐えてきた。だが今それも終わる。お前を葬り去り、あの敗北がエロールの仕組んだ卑劣な罠だったと証明し、このわずかな傷を拭い去って完全な復活を遂げるのだ。神にしては程度の低い恨み事を言うものだな。邪悪な神ならば、もっと邪悪な哲学で俺を魅了してほしいものだ。神に説教する気か？身の程知らずめ。お前などエロールの作ったただの道具ではないか。道具にも意地もあれば美学もある。お前を倒さねば自分自身を守れないということだ。神に勝てるつもりか？面白い。では楽しませてもらおうか。来い。あ、準備させてくれるんだ。いや、使ってないから大丈夫なはず。やってやるぜ。あ、高級傷口で結構使っちゃったんだ。まあいい。サルイン悪くない。レフティフォーク使っていこう。早めにちょっとシンというか、こっちじゃないサルインバージョン出しておきたい。でプラズマ、アッパースマッシュもいけんな。サイコブラスト効くのか。まあまあまあ、そうだそうだ。苦戦前か。うわ、強え。リフレクトされんのかい。げっ、マジかよ。強いぞサルイ。この携帯でこんだけ苦戦するのはちょっと。人の運命をもてあそぶのはやめて。予想外だったな。ちゃんと回復していこう。グレイでアッパースマッシュ、またちょっと2人ずつ回復に入らないとちょっと間に合わない。いや苦戦しろか。これは前か。3人死んだんだけど、あれやばくないか。これ回復がでも2人ちゃんと入ってる。回復して終わったな。いやどうする。だってかといって技術妙薬ここで使っても後半戦がきつくなりすぎるからな。私の力がこいつにどこまで通じるか試してやるよ。いやもう全然通じてないよ。今もう早々にピンチだからね。いやリフレクトすぎだろ。死んだ。3撃一旦全部回復に回さなきゃいけない時が来るかもしれない。全くダメージが当たってないからね今。神々よ、お力をお貸しください。サルインソード、サルイン1億、これで終わってくれ攻撃。空戦がマジできつすぎる。657、これ何なのこのディフレクト。異常なんだけど、異常すぎるだろう。文句でもダメだ。ちょっとアッパースマッシュが全く打てない。あれクロスブレイクって3か。ちょっと回復をガンガンしていきたいからな。私じゃあ BP あんまりお役に立てそうにないわね。いや役に立ったけど、よし。ディフレクトされた。せっかくの過激が
ラスナーク敵がいるから鍛えられるっちゃ鍛えられるけど回復ができないからな。絶空戦とかなんかやばくねえかこれ。あーつえー。これちょっと一回戻ってさ、アイシャの術合成を変えてこよっかな。これちょっと死んだらそうします。サルイ強いぞ。いや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 待って待って待って、ディフレクト、はいディフレクト、はいはいはいディフレクト。なんやねんこれ、こんな強かったっけ。806、いやこれあのこの後第2形態があるからね、第1形態でこんなに苦戦してんだよ、やばくないですか。ちゃんとヒットポイントを高く保っておかないと。800ダメージだったら通るんだよね。1000対3人、いやってことはさ、これ誰か一人下げた方がいいかな。一応連携過激、ちゃんと当たってくれ。ディフレクトされた。いや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 、おシールドシールド、超ありがたい。こっちもディフレクトする。それなりに力はあるな。口先だけではないというわけだ。一回倒れるとマジ BP が初期値に戻るからね。ヒットポイントマジで全開を保っておきたい。バーバラも固定だな。サビリソード、これは耐えてくれ。後ろ、よし466、まあまあまあ持ち直った。勝手にガードしてくれたのか、マジ助かる。こんなところで苦戦してらんないよ。クローディア BP がもう異常に溜まってんな。かといってこれあれは打てない、無双は打てない。クローディアも回復に入らないといけないから、カットインクロス、よし来た、ようやく。この形態は本来もう全然苦戦しないはずなのに、こっからが本番だから。ただこっちも全てを出し尽くす。BP7 ってことはもう使おう技術ここ でクローディアは高級キング薬でアイシャを回復させないで、別に回復する必要ねえや、連射でいこう。でアイシャ自分で自分をなんとかすれば大丈夫だよね。シフ11溜まってるか、11溜まってるのであればフランシスかなんかあんの。車輪撃減るけど、ちょっと困ったら車輪撃使おう。アッパースマッシュでいく、とりあえず。で、アイシャも自分で自分を回復。で、バーバラももう、技術使っちゃおう、自分に。11溜まってんで、いや、もう古典がどうとか言ってらんねえわ。どうだ。耐えてくれ。222。いや、巻きったの !456 しか当たんねえんだけど。マジかよ。え、なんか全然回復してなくない？まあ、いや、レフティーポップ使おう。で、クローディアは、ちょっと浄化で、シフを浄化する。アイシャなんでこんな回復してないの？え、なんでそういう力場が発生してる？もしかして。レフティーポップ、ぽい。
いや弱い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 、ダメージが通らない。え、残れる、よし、残った。いや変幻自在も全然だよ。浄化せよ。いや、やっぱりそうだ、魔法が全体的に通ってないな、全てが。でも行くしかないよね。クレイちょっと3になるまでは。ってことはだよ、速射もだから全然通ってないんだ、その関係で。どの関係かはよくわかんないけど。ミイラ薬、生命力回復、これグレイに使おうかな。アイシャ、いやでも攻撃できるとき、これでもさ、なんか力場が崩れる。イエーイ、火の鳥とか使ってるのかよ。あんまり食わなかった、全部が半分になってるから。はいはい、ミスってるし。強い。力が隅々にまで行き渡ったぞ。これからが本番だ。マジですか。じゃあちょっと一回高級傷薬で。クリがそもそも今 BP がちょっと減ってるから、一旦立て直そう完全に。で、アッパースマッシュはちょっと攻撃は攻撃でやっておきたいからね。で、バーバラもまだ変幻術しか、大地の剣じゃなかったし。しくじ、剣の雨。次の雨かな。やばくね。2回。3回。2人死んだ。いや、高級傷口ですら、回復量が減ってる。高級キテクジで146しか回復しないか。命にすれば助けてやらんでもないぞ。本当に助けてくれんのかよ。絶対助けてくんないでしょ。なめるなよ。癒しの水、じゃあアイシャちょっと蘇らせてもらったらまずいわ。技術しかない、癒しの水も使えない、やることがない。ガードで高級傷薬。え、誰を蘇らせる、蘇らせるっていうか自分回復しとく。バーバラじゃん。160アニメート、これやばい、やばいやばい、マジか。操られた。そう思うとレフティコスせえな。回復させちゃったよ、操りの糸が。カットインしかないよね。シフアッパースマッシュ、ちょっとバーバラ回復だな。353、全然倒せる気がしない。死ぬ、死んだ。パースマッシュにエナジーごと何くる100か、まあまあまあ全然全然大丈夫。てかグレイがマジでガチで死ぬ、ガチ死にする。これあるし使っちゃおう。もう違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 う、自分に使うよ。で癒しの水も、あクローディア、キラトリ、ここに今でも LP1 でしょ。倍にして返すよ。てか、アイシャ何唱えてんだ、いくつ回復するの。284とか、そんな回復しねえだろう、自分にやった時を。ひどくないか。笑われちゃったよ。どうだ、回復してやったぞっていう。ほんで、これ死ぬ、命に関わります。命に関わりますよ、マジで。アイシャのミイラ薬が使えないのが痛えな。
じゃあ今ちょっとシフが BP 溜まってるんで、蘇らせるのはシフだな、優先すべき。てかアイシャのアニメっていつ解けるのこれ、死ぬまで解けない、もしかして。やられた、いやマジで、うわこれさ、アイシャのクラックじゃん今、もしかして。無理だ、これもう技術の妙薬を最初に使って全力でいくしかないな。一応あがく、最後まではあがく。ちょっともう回復しないでいく。353とかゴッドハンド、これ絶対死ぬやつだ。984クロスプレイ、クロディア、クロスブレイク、ケンモア、終わった、これは完全に終わったわ。いや強い、俺は神を超えた。もうね、めっちゃ鍛えてきた。グレイはヒットポイント621まで上げて、で変わったところといえば、あそう、クローディアもねちゃんとね槍装備させて技を覚えさせて、20種類技を覚えると消費の EP が下がるんで、スコーピオン装備させてます。でエリスの指使わないからもう外してます。でシフは特に変わらずで、でアイシャ、ローザリア術法師の生命の雨ですね、生命の雨を覚えさせて LP5 消耗するんだけど、まあ全体にねヒットポイントが回復できるんで、緊急用で生命の雨にしてます。で LP を5使うんで、ミイラ薬とミイラ薬スーパーを覚えさせてっていうか持たせて、これで LP を回復すると。でバーバラは特に変わらずかっていう感じです。よし、じゃあこれでサルインに挑んでいきます。やってやるぜサルイン、人間の力舐めるなよ。でもこの段階でルコムの方もここ別に外してもよかったな、今思ったら。ガンガン強化していこう。でクローディアは、まあ、プラズマかな。でアッパースマッシュので、アイシャはまあなんとなく、あれどこだ、魔の魔法、ウェポンブレスグレーにかけとこう。でバーバラちゃんは最初変幻自在でしょ、ちょっとはこれでいこう。第一段階で苦戦してたら話にならないから、速攻で型をつける。でも結構食らうな、ディフレクト、これがやっぱりうざいんだよね。よし、入るよし、攻撃前にウェポンブレスが入って、レフティフォーク400、いや強いサルイン、これが人の力だよ。ちょっとシフはさすがに回復させなきゃいけないのと、技術強化はまあガンガン使っていくか。これさ、人に使えるからさ、スイッチバックしてクローディアはまあ連射でいいでしょ。でシフはアッパースマッシュ、アイシャは回復ムーンライトヒールの方が多分高いから、ここでシフで、ここでバーバラがグレイに薬を使う。でグレイが先に打ってくれれば超効率いい。あ、先に打ってくれなかった、まあまあまあしょうがない、順番決めてもよかった。これはバーバラ落ちた、シフか、シフが落ちた。リフレクトされたか。ムーンライトヒールで回復553、これでもうほぼほぼ大丈夫だな。それなりに力はあるな、口先だけではないというわけだ。でグレイ BP が48か、ってことは少し回復はさせたいから、まあ、一回カットインにして、
クローディアはプラズマで、シフが微妙だな。ビビが少ない。技術使う。もう自分使おう。で、ムーンライトヒールをグレイに。で、自分もバーバラ、ムーンライトヒール。回復量はムーンライトヒールの方がいいかな。あ、でも耐えられるか。耐えられる。で、持ち越して、ターンが終わっちゃうから、なるべく回復をした状態で次へ進みたいんだけど、万全な状態で第2形態へ移行させる。でレフティー1回使うか。15か。ウコムの5個でカジキ打ちでプラズマでアッパースマッシュは使っていいでしょ。アイシャは回復させて、大地の剣、電光石火だな。電光石火早いから撃て。よし、 OK。 いい移行の仕方だ。ここからが本番。第二形態、いや、なんかこっちも万全だぞ。剣の雨が来たらちょっと生命の雨で対処するか。シーフが減ってる状態だから、もうグレイはレフティーフォーク連発でいくよ。レフトハンドソード強い、普通に。で、連射でしょ。で、シーフもアッパースマッシュで、アイシャ回復役でシーフ回復で、バーバラは変化時代。いや、勝ったい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 んだよ、もうとにかくレフティーフォーク、まあ、100か。おい、で、一旦全開はしてないか。そうか、ムーンライトヒールが心の闇回復力出るんだ。なるほど、状態異常か。アッパースマッシュ強い。400、よし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 、まあまあまあ。でもレフティーいくでしょ。ダメージ自体はそうか、2人回復しないとまずいな。ムーンライトヒール、まあ、ムーンライトヒールでシフでしょ。シフが減っちゃってるんだよ。究極技術をシフに使うか。ダブル回復していかないと回復が間に合わないかも。これ究極でいくつ回復する。400、悪くない。280か、結構食らうな。ムーンライトヒールの回復量でまあなんとかいけるか。ミスった200になってる、300になってる。ようやく力が隅々にまで行き渡ったぞ。ちょっとクローディアが麻痺ってるな。これからが本番だ。グレイはちょっと LP5 くらいになるまではレフティで行こう。でクローディアが減りつつあれになってるから、浄化の水でクローディア回復させるでしょ。で変幻時代いくつ当たる。100か。まあ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 。エナジスティー240。でレフティフォーク200。300。レフティフォークは最後が強いのか。変幻時代は最後の最後がおまけだかね。ダメージ上がっていくけど。でもう一回打てるか。で連射、ここは攻撃に転じられるか。ちょっと待って、 BP を見つつ。バーバラの BP が少ないのか。シフは BP いっぱいあるから、でミニライフしかないな。いや、攻撃に転じよう。明治スタッフ、ちょっと電光石火ね、そこそこ火力が出ることが分かったから。ちょっとバーバラのやることがないのか。霞になるの、打っとく。電光石火670、スルキの雨。これ次回復だな。アイシャ生命なくと痛い。100、300くらいか。
こっか。減ってる。電車。あ、まあ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 。で、グレーがやっべえな。ちょっと自分に高級傷薬を使いつつ、で、アイシャは発動させる。生命の雨。BP が足りません。終わった。ちょっと待って。え、BP10。何が使うんだっけ？究極傷薬をグレイに使って、アッパースマッシュ。そっか、さっき、これ打っちゃったからか。電光石火8も使うからね。ちょっと失敗したな。ムーンライトヒールバーバラ命を削って乱れ突きやる。火力は多分こっちの方が出るんだけど、ちょっと今回、あ、いや、次回復すればいい。命を削って乱れ突く。ゴッドハンター、これ死んだわ、やばい。何すんの、乱れ突くぜ。よしよしよし、それなりに当たる。アッパースマッシュ。おお、1000いくね。命を削れ、レフティーフォーク。で、で、今度こそ生命の雨で、じゃムーンライトヒールはグレーにかけとこう。アニメート、やっべー、これバッタやばいよ。蹴りをつけなくては。早急にで、ムーンライトヒールからの生命。見よ、これが全体回復 LP 効果。レフティフォークはもう使えないか。一回回復させたいから、コスパのいいやつがいいよね。6回復。いや、強心剣強いけど、ちょっと LP 減りすぎだから、総流派だな。総流派。で、アッパー。で、ちょっと、回復させなきゃいけないから、一気にミーレクスーパー使っちゃおう。前回まで持ってく。で、大地の剣は、命を削るババラ。乱れつく。いけ！よし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 。エナジースティールくらいだったら耐えられる。ソリューハン800、悪くない。で、回復しつつ LP2 しか回復しないんだ。あ、クローディア何にも動かなかったな。でも今回全然元気だな、みんな。レフティーフォークまだ使えないよね。でもう一回ソリューハのアッパースマッシュで、アイシャはやっぱり BP 取っておきたいけども、マックスか。攻めよ、電光石火で、命を削る。命を削った戦いだよ。ダークネビュラ来た。これはいや、強え。1040強えんだけど。お願い、連携電光総流派1982で、アイシャちょっともう一回使うか。レフティがまだ使えないな。アッパースマッシュ、ここは命を削るとき。剣の雨、やべ、これ耐えられる。あ、これ終わりの剣の雨か。最後倒したら剣の雨使ってくんだよね。このままでは済まさん。お前の勝利せよ。倒した。3倍になってか、早いわ。
我らの勝利も近いぞ。コンスタンツ、必ず君に。敵は退却しないな。統率は乱れ混乱していますが、モンスターの本能で攻撃してくるようです。サルウィンが倒されるのが遅すぎたか。脱出の準備だ。お待ちください。北東から何か来ます。もしやローザリア軍では。何？先頭に黒い鎧の騎士がいます。ナイトハルト自ら軍を率いてきたというのか。ならば勝てるぞ。我が親衛隊を南へ、騎士団を助けるのだ。場外の敵はローザリア軍に任せろ。脱出の準備は。勝利の宴の準備に変更だ。ねえパパ、私を助けてくれた人がサルウィンを倒したのね。すごい人だね。うん、ああいう人間でも世の中の役に立ったわけだ。そんな言い方していいの？だって世界を救ってくれたんでしょ。それはもう過ぎたことだ。政治というのは常に次のことを考えていなければいけないんだよ。詩人さん、義勇軍も活躍したよね。ああ、君らのおかげでみんな立派な冒険者になれたんだ。小さくても立派な義勇軍だったよ。お前は港へ、お前は神殿へ行け。メルビル再建は私の役目だ。帝国はこの先どうなるのだ。父ちゃん、奥の片付けは終わったよ。ありがとうよ。お前が手伝ってくれたから明日からでも営業できそうだ。今まで何にもしなかったからね。これからはもっと手伝うよ。ああ、ありがとう。でもな、無理しなくていいんだぞ。大丈夫だよ。父ちゃんこそ無理しちゃダメだよ。お、ここは大丈夫だったんだな。オードさん、何か手伝えることがあったら言ってくれ。うちの店は焼けちまったな。何にも残ってねえんだ。それは大変でしたね。いや、人生いろいろあるよな。困った時はお互い様だ。じゃあモニカ
生きていたのか。イスマスの崩壊にローバーンが巻き込まれたと聞いて半分諦めていたんだが、急にローバーンを離れなければ危ない気がして間一髪で脱出できたの。ああいうのを虫の知らせっていうのかしら。虫の知らせか。やはり戻ってこなかったか。運命とはいえ神々もむごいことをする。私は同じことが繰り返されるとは思いませんわ。きっと何かがミルザの時とは違っているはずです。ウコム様、母ちゃんと兄ちゃんたちをお許しください。さあ帰ろう。防がれたことを感謝します。全身に安らかな眠りを与えたまえ。空は黒く覆われ、やがて闇になった。だが闇はやがて輝く太陽に降り払われた。おお、大しき勇者はこうして恐るべきサルーインに打ち勝った。詩人さん、あんたよくそんな見てきたような歌が作れるね。皆さんそうおっしゃいますな。見ていたよ、本当に君の戦いを。これでクリアか。ここまで来るとは、お前も相当物好きな人間だな。しかしそのおかげで俺も神を超えることができたわけだ。感謝しておこう。俺のことはもういいから、他の奴らを構ってやれ。どこ行く？あ、どっか行っちゃった。クリアデータをセーブしますか。はい。で、以下が解禁されました。ニューゲームプラス、進行速度の速い、追加クラストレジャーハンター、追加要素ありの場合のみ。というわけで、ミンサガリマスター版無事1周目が終わりました。まあ全員クリアは目指してやっていきたいんで、ニューゲームプラスですね、ちょっと見てみましょう。クリアデータ、まあ、2週目以降はサクサクサクっとカットしながらやっていきます。1回見たイベントはもうちょっと完全カットで。で、2週目、じゃあどうしようか。全然ウエストエンドのイベントをやってないから、バーバラでやっていきますか。あ、引き継ぎ項目。金、ジュエル。あ、ここら辺いいな。技。ヒットポイント。あ、ステータス能力値。確かにステータス能力値引き継いじゃうと、もう一気になんかこう楽しみがただの作業ゲーになっちゃうから、モンスターランクとかもだって引き継いだら死んじゃうでしょ。 BP か、まあ、BP もいいか。ヒットポイント、これ分かれてんだね。ヒットポイント、 BP、 ステータス能力で、地図はさすがに引き継ぎたいでしょ。でイベントのクリア回数も引き継ぎたい。ショップも引き継ぐ。術合成認定クラス、プレイ時間も引き継いでおこう。うん、まあこれでいいんじゃないの。アイテム引き継げるんだ。イベントアイテム一部は引き継げません。ちょっとアイテムは引き継いでおきましょうか。とりあえず2週目だし。
じゃあこれで決定。以下はダメです。大地の剣、レフトハンド、孤島、ウコム、エリス、ここら辺ダメだ。オパール、トパーズ、騎士団の鍵、まあ、ディスティニーストーン系はもうさすがにダメだよね。あと最終試練で手に入るやつもダメ。 OK です。という感じで、じゃあ2周目はバーバラでやっていきたいと思います。グレイ編結構長くなっちゃいましたけど、無事クリアすることができました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。